今回は目玉焼きを作ってみました。サンドイッチに挟んでもいいし、これだけでもおままごとに使えて可愛いかなと思います。綿も入れているので黄身の部分がぷっくりとしています。毛糸はピッコロ、かぎ針は3号から4号を使います。まず輪を作ります。左手の指3本に糸を巻き2回巻きつけ、輪を持って針を輪の中に入れて糸を引き出し、もう一度引き出します。立ち上がりの鎖編みを3目、かぎ針に糸を引っ掛けて長編みを作っていきます。1段目は12目なので、先ほどの立ち上がりを含めて12目長編みを作っていきます。12目編んだら針を外して、編み始めの糸を少し引いて引っ張られた方の糸を引きます。もう一度編み始めの糸を引いて輪を閉じます。1目目の頭に針を入れます。糸を引き抜きます。立ち上がりを編まずに今引き抜いた目に針を入れて、いきなり細編み、細編みの左の糸1本を取って細編み、もう一度細編みをしていきます。これで1目目の完成です。2段目はすべて増し目となるので、長編みを同じ目にもう一つ入れていきます。1段目の1目に対して2つずつ長編みを作っていきます。24目編んだら1目目の頭に針を入れて糸を引き抜き、鎖編みを1つします。糸を切っておきます。これで黄身の完成です。白身は右の表のように順番に編んでいきます。引き抜く斜線が2本入っているものが長々編みで、2回かぎ針に糸を引っ掛けて2ループずつ引き抜く、3本斜線が入っているものが長々長編みで、かぎ針に糸を3回引っ掛けて2ループずつ引き抜いてください。最後72目編んだら糸を15センチほど残して切り、輪を引き抜きます。とじ針に糸を通して1目目の頭に針を入れます。最後の段の向こう半目に針を入れて糸を引き抜きます。編み地の裏に3、4センチほどとじ針を通して糸を中にしまっていきます。余分な糸を切ったら完成です。編み始めの糸が長めに残っていると思うので、それで黄身を縫い付けていきます。黄身は真ん中でもいいし、少しずらしてもいいと思います。黄身の編み終わりの糸が邪魔なので、
とじ針に編み地の裏に2目ほど通して編み始めの糸と同様に短く切っておきます。編み終わりの糸を表側に出します。とじ針に糸を通して少し編み地に糸を通し黄身の上の半目のみを拾ってこのように白身の部分と縫い付けていきます。途中で少なめの綿を入れていきます。ぐるっと一周縫い終えたら玉結びをします。隣の目に針を入れて玉を中に引っ張って入れます。黄身の中に糸を通して糸を中に入れ余分なものは短く切っておきます。これで目玉焼きの完成です。黄身が少しぷっくりしているのが可愛いかなと思います。サンドイッチに挟むと可愛いと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。